はい、皆さんこんばんは。今日はね、昔ね、先輩らと住んでた時のね、お話をしたいと思います。関西、大阪の人だったら知ってると思うんですけど、ハリナカナというところがあるんですよ。そこにね、自分ら、施設で出た先輩がね、住んでたんですよ。で、その人はね、吹き付けの塗装の仕事してて、で、めちゃくちゃ忙しいとこにおったみたいなんですよ。で、その忙しい時に、同じ施設を出た俺と、もう一人ね、同級生の子がいてんねんけど、その子のとこに連絡が入ってね、ちょっとうちもう今忙しいから、今のとこ辞めて、うちに就職してくれへんかって、こういう電話があったんですよ。で、ちょうど俺も仕事に行き詰まっとったから、ええかいう感じでね、二つに分かりましたっつってね、行くことになったんですよ。ほんで、それ義理悪いですけどね、会社の社長に実はこれこれこうで辞めさせてもらいますと。だから止められたけどね、もうお前の考えがあるなら好きにしてみたいな感じで、送り出してもうたんですよ。すいませんでした言って。きつかったんですよ、そこはね。もう朝も6時半ぐらいから起きてね、もう夜中ぐらいまで働かされてるとこやったんですよ。今やったらもう引っかかるよ、完全にアウトですよね。給料も安いしね。で、もう一人の連れも仕事辞めて、そこに一緒に合流することになったんですよ。ほんで、文化住宅、その先輩は文化住宅、部屋が2つぐらいあって、風呂とトイレがついて文化住宅っていうねんけど、それはね、文化住宅っていうのはね、長屋みたいな感じでつながってるんですよ。1階建てのやつでね、2階はついてないんですけど、そういうのがね、大阪はあちこちあるんですよ。その文化住宅に入って、で、ここで「お前ら一緒の生活しよう」ってそこ行ったんですよね。ほんで、ただし、ちょっとな、問題があんねやって先輩が言うんですよ。問題って何やろうと思って、また説明するわ言って、で、その日はご飯食べに行ってね、寝たんですよ。明日ちょっとうちの会社に面接行くから早寝ようかって寝たんですよ。そしたらね、朝方ね、ゲロゲロゲロ、ウェーってすごいね、歯磨いてえずく声あるじゃないですか。あれがものすごい聞こえるんですよ。それでパッと目覚めたんですよ。で、鶴も目覚めたんですよ。先輩見たらね、寝てるんですよ。ほんで、会社行かなあかんし、あと何時間寝れるんや、もうあと1時間で起きて、5時に、朝の5時、外の仕事って大体5時とかそんなん多かったんですよ。会社行かなあかんのに、でも、もう寝んとそのまま起きとったんですよ。で、先輩5時になって起こして、おはようございますって、どうや寝れたかって、いや全く寝れません言って、どないしたんや言ったら、なんか隣の人がね、えずくんですよって、歯磨いて、ゲル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 とか言ってやってるんですよって。ああ、もうこう文化住宅で響くからな言って、もう辛抱したれよって、しゃあないですね言って。で、その日は会社に行って、で、事情説明して2人とも雇ってもうて、で、その日はいろいろ作業服とか買いに行って仕事なかったんですね。ほんで、明日から頑張ってくれいうことになって、で、夜にね、先輩とその文化住宅でご飯食べとったんですよ。そしたら先輩がね、今朝あったやろ、ゴロゴロガラガラベーっていうの、あれはもうな、そのうちの慣れてくんねんって、あれがな、癒しになんねんって、いや、そんなことないやろとか連れて打てて、あんな絶対寝られへんでって。毎日ですか？そうや、多分な、おっさんやもうねんって、4時ぐらいには必ずしよんねんって、多分朝早い仕事かなんかやろ、どうやらより早い仕事やぞとか言って、そうですか言って、我慢しますわ言って、で、それがね、ずっと続くんですよ。毎朝同じ時間に。ほんでね、その先輩がね、お前らまた寝てないんかって
いやもうほんま寝れませんよって、僕らもう朝から晩まで頑張って仕事して疲れてんのにね、必ず4時ですねって、わしなんかそんな全然気にせんと寝てるけどな言って、そうですか言って、でまあまあ、今日仕事頑張って、また早く帰って寝ようや言って、でその日仕事行って、でまあご飯食べて寝たんですよ。でまた朝方でさ、ゲロゲロってやってるんですよ。なんかこう何を下を洗ってるのか知らんけど、えずいてるんですよ。すごいね、うるさいなと思って。ようこんなん先輩なんか癒しになるとか、聞きなんか慣れてくるとか言うけどな、どうなんやろ思ってパッと見たらね、先輩耳栓してるんですよ。うわ耳栓してるやんけー言って、それ寝れるやろとか言って、もうまあ突っ込む思ったけど、もう言わんかったですね。ほんでもどうするよって、毎日こんな状態で。で、隣に住んでるのおっさん言うとったしな、って。で、先輩に聞いたらね、2年住んでるけど、1回も顔見たことないんですって。まあ、明らかに絵好きになると、もうおっさんやと。俺はそう踏んどんねんけど、みたいな話しとったんですよ。おっさんか、って。ほんで、ついにね、友達がキレたんですよ。朝方。ゴロゴロ、ガーってやってるから、ガー起きて。隣ってどん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 って立ってて、こらうっさいと、ええかいのざるさい言うて、何時は思てんねえ言うて、どんどんどん出てこいこらーとかやってるんですよ。ほんだらね、中からドドドドって出てきて、誰がうっさいこらーって出てきたんですよ。ほんだらオーバハンなんですよ。オーバハンかよとか思って、せやけど、ここでひるんであかんと思って、あんなって。おっさんでもおばはんでもどうでもええわって、うるさいな朝言って、歯磨いてえずいて、そんなんでだーとかもやめてくれへんって、もう控えめにしてくれへんって言って、いやそやけどな、歯磨いたらお兄ちゃんのならへんかって言って、いやなるけどな、そこまでひどくないでとか言って、まあ今度から気ぃつけるわってガーンって閉められたんですよ。で帰ってね、部屋帰って、隣帰ってね、なんやおっさんもとおばはんやんけ。で先輩起こして、耳栓してるから今の騒動も全然わからないんですよ。で、先輩も隣文句言ってきましたんで、つって。どうやった？おっさんやろ？どんなおっさんやった？おばはんですわ。おばはんかよってなって。もうほんまたまらないですわ。もうどないかしてほしいわって話しとったんですね。で、それがもうずっとね、そこ辞めるまでずっともう僕らは我慢しました。もう耳栓してね、耳栓して我慢して働いたというお話です。